はい、海浜幕張候補の5号棟になります。4階の見晴らしのいい綺麗なお部屋です。管理体制も良好で、ドアも、新しくなってますね。で、玄関にも、姿見の鏡がついてます。嬉しいですね、こういうので。こちらが洋室になります。で、こう昔の団地タイプの、マンションというのはバルコニーがね、あの3部屋こうずっと続いてるっていう、あの広い、あの開放的な感じが私は個人的にすごい好きですね。結構好きな方も多いんじゃないでしょうか。トイレも結構ゆとりがあっていいですね。で、このちょっとした収納がまた嬉しいです。で、またこの洗面のスペースが広いですね。こちら洗濯機スペースで、洗面化粧台の横には、収納棚もついて、すごい広々して収納が豊富です。で、こちらが、バスルームですね。綺麗ですね。で、こちらがお部屋になりますが、どっちに行こうかっていう感じですね。こっちから行きましょう。こちらはダイニングキッチン。もう料理に集中してくださいっていう、この料理スペースですね。広々した快適な収納も多いですし、食洗機もあります。いいですね。そしてさらに目隠し付きのバルコニー付きですね。ゴミとかここに置くんでしょうかね。いいですね。で、この奥に部屋があります。で、またこちら出窓になってるんですね。まあ、ちょっと嬉しいですね、こういうの。で、向こうの、大きな部屋の方に行ってみましょう。で、こちらは、広々してますね。ご家族で、くつろいでください、広々とくつろいでくださいっていうリビングですね。まだ収納も多いです。あと、これ仕切って使ったりできますね、お客さん来た時、便利です。で、また管理体制がいい証拠です、このサッシ。このね、新品のサッシ入ってるといいんですよ。で、こちらがバルコニー。間口もやっぱりこう広々してます。いいですね。で、これがエアコンの先行配管の、配管の環境ですね。これがあの前もお話しましたけど、古いマンションだと窓に挟むタイプのエアコンしかつけられない。そこをリノベーションの時に配管の環境を作る、これが先行配管になります。以上、海浜幕張候補でした。